金沢工業大学はこちらをご覧ください。ここでは学生たちの研究活動について紹介されています。ものづくりでの活躍や就職実績で注目を集める金沢工業大学ですが、研究活動でも学生たちが素晴らしい成果を上げているんです。こちらの学生は天井や床の温度をコントロールして快適な冷暖房を行う放射空調システムという分野の研究に挑んでいます。地下水を利用すればエアコンのおよそ半分のエネルギーで済むというのが彼女のアイデア。学会の賞を受賞するなど学外からも高く評価されています。こちらの学生が取り組むのは電気を通さないことで機械を守る開閉保護装置という分野の研究。着実にデータを積み重ね国際学会での発表を実現させました。大学レベルでは珍しい実験施設や産学連携に力を入れる研究室の環境なども研究を進める力になったようです。研究とは新しい事実を証明したりこれまでなかった技術を開発したりする取り組みです。その結果は世界中の誰もが納得する形で示さなければなりません。そのためにはひらめきや直感だけでなく実験や調査のデータを積み重ねる地道な取り組みも大事。その過程が学生たちを技術者や研究者として大きく成長させるんです。金沢工業大学では研究の面白さを知り大学院に進学する学生も少なくありません。金沢工業大学の教育力の背景には充実した研究活動があるんですね。